速稼塾の久保です、皆さん、定額給付金、特別定額給付金ですけども、ニュース出ましたね。皆さんの官邸のメールが実を結んだんじゃないですか、これは。まあ、分かりませんけどもね。ちょっと記事読まさせていただきましょうか。自民党の長島なんとか衆議院議員らは、菅総理に対し、国民一人当たり5万円の定額給付金の追加支給や GoTo キャンペーンの延長拡充を求める第3次補正予算の年内の編成などさらなる経済対策を求める要望書を提出したということです。こういうふうにね、プッシュプッシュプッシュしていけば、やっぱりそれにこうしてね、乗っかってくれる議員さんっていらっしゃるんですよ。ですんで、まだまだ全然足りないですけどもね、官邸のメールが。私のね、コメント書いてくださるのも本当にありがたいんですけども、ぜひね、同じエネルギーで官邸に毎日のようにメールを送ってあげてください。おかげさまでね、この特別定額給付金関連の動画も、私もこれで20本を超えてですね、1人大体1つ1万アクセスぐらいあるんで、ものによっては2万アクセスあるんで、それだけでもね、10万人から20万人の方が私のサイトを、ブログじゃないや、動画を見てくださったってことになりますんで、まあ本当にね、何千人かの方が官邸の方にメールを送ってくれてると思うんですよ。おかげさまで、まあその成果どうか分かりませんよ。その成果どうか分かりませんけども、自民党の長島衆議院議員が特別定額給付金もう一回5万円でいいからもう一回、消費を取り戻したいということでやってほしいというふうに要望を挙げてくださって、要望書を受け取った菅総理はそういう方向で頑張ると応じたというふうにおっしゃっております。どうでしょうか。だから毎日のように、ね、しつこく送ってください、送ってくださいって言うと、まあ、これかどうか分かりませんけども、こういうふうにね、国民の声っていうのは必ず届くんですよ。で、菅総理がやらないって言っても、やりたいっていう気持ちに変えるのは誰なんですかと、それはあなたですよってことですよね。じゃあ以上です。